サンスポ動画でエモヤンの絶好調。今回はサンスポ専属評論家の田尾靖さんにお越しいただきました。このコーナーのゲストとしては昨年の7月以来2回目のご登場となります。山本さん、田尾さん、よろしくお願いします。お願いします。お二方とも阪神の OB でいらっしゃいまして、いよいよ阪神2005年以来のあれ、山本さんはあれじゃなくてもうこれ なんであれって言うの？もうこれだってもうえがんせよ何があれだなんかね、優勝って言うとね、ちょっとみんな緊張するそうなんですよ。いや、それわかるけどさ、謙遜して言ったら最初は、なんかあんまり OB 切ってさ、なんか優勝って言うとなんか具合悪いなって、あそこはちょっと謙虚になったところ、ね、もういいですかね、もういいですかね、もういいだろ、ね、これで優勝しなかったらおかしいよ、おかしいですよね。もうそういう本当しなかったら解散だよ、阪神。いや本当本当ですね、うん、もう給料全部払えて、もう返せ。まあ、今日はお二方にこの岡田監督の采配について、まあ、率直にちょっと伺いたいんですが、いかがですか？もう言ったらそんなに特別変わったことはやってないと思うんですね。もう本当にいる選手をうまく、使って、まあ、勝つ方向に持っていってくれてるなっていう感じですよね。あれ岡田監督ってね、あれ将棋好きじゃないですか、それで実際なんか日本将棋連盟かな、あれの3段持ってるんですよ、浜三段っていうね、浜三段ね、だから多分相手の駒、味方の駒、そういうものをしっかり把握しながら、掌握しながら勝ちにどうやったらこう近づくかっていうのをいつも考えてると思う。なるほど、はい、俺がほらいる時にあいつが入ってきたからね、岡田が、はい、そうですよね。それでその今の話で言うと、はい、あんまり記憶がないね。ないですか？うん、いや、むしろ入ってきた頃のあたりはね、はい、岩遊びの方がひどかった。一緒にそんな将棋してんのはね、将棋ってことは川とか川とかね、いやいや、その時にその一応勝負するじゃない、でも強いと思ったよ、川とか。川とかね、あいつ将棋めちゃくちゃ強い。他のことは全然ダメじゃない、野球なんかやってもさ。だから岡田はね、岡田監督は当時、まあバリバリだから入ってきて、はいはいはい、早稲田からも来て、うん、あんまり俺の記憶ではね、そうですか、うん、宿舎はもうほとんどいなかったし、うん、そうだったかもわからないですよね。まあ今言うようにでもね、采配、はいはい、で言うと細かいね、やっぱり細かいですよ、そこは。まあオーソドックスだけど細かい、オーソドックスですよね、うん、でもやっぱりしっかり見てますよね、見てる見てる、はい、やっぱり他球団の5球団の監督とはちょっとこう違うっていうところがありますかね。まあ、だから原監督の一つ上で、はい、今もう12球団の一番上ですかね、のなって、やっぱ若い監督は若い監督で良さあるんですけど、やっぱ岡田監督見てると僕らはものすごく楽しいんですよ。うん、なるほどね、うん、その去年まではさ、なんかこうちゃらけた選手までなんかね、なんかこうなんかボクちゃん、ボボちゃんみたいな感じだったけど、はいはい、岡田監督になってなんかチームが落ち着いた感じしない？落ち着いたし、ね、やっぱりね、結果が出なきゃ外すし、うん、2軍にも生かすし、うん、そういう厳しさもしっかりあるんで、そうだね、見てて納得するんですよね。そうだね、なんかやっぱりそのほら筋があるじゃない、ここは動かさないとか、はいはい、趣味を固定しないとエラーが多くなるのも、まあ、そうエラーが多くなるでも今も多いけどね、結構多いんですけど、去年みたいなことない、大事なところのエラーが減りましたし、あとダブルプレーがすごく増えた、多い、多い、ここ一番のダブルプレー、これでも相手のチャンスをポーンとこうね、なくしてしまうっていうね、この辺が去年にはなかったところかなと思うんですね。やっぱり他大阪サンスポだから、はい、俺は東京サンスポでしょ、はい、そうすると巨人でしょ、うん、巨人しか見てないんだよ。阪神もチラチラ横目で見てんだけど、僕はもう阪神ほとんど全試合見てます。いや、だからこっちに聞いた方が早い。岡田采配はで去年は岡田監督じゃなくて、まだ評論家の岡田さんね、うんうん、YouTube で、うん、よう出てもらったんですよ。結局26回も、あ、24回あ、本当出てもらって、その時に岡田君と、もういろんな話をしたんですよ。なるほど、なるほど。で、このメンバーで、まあ、去年のメンバーですよ、うんうんうん、去年のメンバーで優勝争いできないのはおかしい、うん、で、そういう話をしてたんですよ。なるほど、なるほど。それで、その後に監督になったんで、うん、ちょっとこんだけ言ったらプレッシャーになるなと思ったけど、うん、全くプレッシャーじゃなく、本当にやっぱ、まあ、そうだよね、それだけの戦力がいたっていう、ね、全然このなんていうの、こう浮き足立ってるっていうないんですよ。なんかそういうのはないじゃない。まあだから一つ今年誤算というと青柳と西勇輝があんまり結果が出せなかったんですけど、うん、でもその分大竹と、うん、佐伯村上、村上、
こんなもんね、誰も予想してないよ。そうなんこの、うん、特に横竹村上は、前半、最初のスタートでは、多分あのローテーションピッチャーじゃなかったと思うんですね、うん、そうだよね。この2人がバリバリでしたからね。だからやっぱりそれはまあちゃんとそういう理由はあるんだけど、はい、まあ、監督自身のやっぱりこう雰囲気っていうのはやっぱり、まあ、ありますね。合ってたね、やっぱり岡田監督はね。ここっていう時には怒るし、うん、そうね。いえいはやらないしね。いえいはやらない。いえいはやらないし。だから今回岡田監督で、あのデッドボール近本の時にもかなり波紋が出ましたし、うんうんうん、ね、あとあの、DeNA 戦 の、うん、あの スティール、うん、あそこで足でブロックされたの、あれ新しいルールができましたしね。だからそういうなんかこう野球界にも影響を与えてる、はいはい、そういうようなことが一番多い監督だなっていう気がしますね。去年の去年からそうだけど、あれまた監督になる前から、はい、でなった時にあのオフの間ね、はい、あのとにかく2月のキャンプからは、はい、評論家はみんな現場に来るように言ってくれる、僕はそういうふうにやりますからって言ったよね。それはでも僕らからすると嬉しいですよね。いやだからそれが一番ほら、まあ、あのマスコミ全部じゃないけど、うん、せめて評論家がね、はい、グラウンドに降りていけないならおかしいと。そうですね。あ、そうです。言ってあれはね、オフから言ってたんですよ。あ、なるほど。その通りに他チームもあの横並びにみんなやってくれました。 OK だったでしょ、はいはい、あれは岡田のおかげですよ。ね、ちょっとうるさ方はもう来ない方がいいって、球団が言ってすぐね、ビビってね、コロナでアホみたいにね、あの規制することしかやってなかったのがもう岡田の一言ですよ。はい、はい、はい、もうなんかあれはみんな感謝される。そりゃまあ首脳陣からしたら下まであの評論家来れるの嫌だなって思ってる人もいると思う。そうそう、あこれコロナにかこつけてね、かこつけてごぞっとばかりにこうシャッターとシャッターとそういうそのまともなことをバスッとやるからね、はい、だからまあ信頼がそうです、ね、あの大きいっていうかね、うんうん、選手の方にちょっと目を移してあの MVP っていうのも優勝球団から出てくる可能性高いと思うんですが、お二方いかがですか。まあいろいろ候補いますね。いや候補いるよ、まあ、まあ僕野手でいうとやっぱり大山か近本ですね、うん、この二人よう頑張ったなと思いますね、うん、大山は守備でも大貢献してると思います、うんうん、取る方もうまいし、はいはい、早急ね、かなりサトテルなんか難しい球来ますよそうですねあれもほとんど取りますからね、俺はまあピッチャーだから、ピッチャーで言うと、うん、はい、やっぱり村上じゃないかな。村上ね、変えましたよね。村上はね、周りに影響を与えてる、ね、でめちゃくちゃコントロールいいじゃない。いいですね。あんなあいつぐらいコントロールかと、俺は250勝ぐらいしたいやだから去年もファームで結果残してたんですよ、ね、いやそうなのよ、まあ、なかなか上でやっぱりチャンスがなかったんですけど、うん、そう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 、その辺はまあ平田が二軍の監督でしたから、うん、ね、いやそれ俺もそれはねある程度岡田監督にもね、うん、進言したり実際見てしてますよね、使ったらどうだと、うん、多分その絡みもあってね。そうですね、まあ、もったいなかった。去年使ってたら去年譲ってたんじゃないかなだってよく言われて村上、大竹、佐伯が今年いなかったら、うん、今まだ争ってるよな、どっかに。いや争ってるよね、うん、それは争ってる。変な位置でうろうろしてるとか、ね、あやっぱ青柳がふらふらしましたからね、はい、西行きもね、うん、だけどなんだかんだ言いながらでも、うん、ガタガタにならさないようにやってないんですよ。使ってるじゃないですか。やってないんですよ青柳とかさ。いや結局ね、先発ピッチャーで、うん、マイナスのピッチャーいないんですよ、うん、全部5割以上、まあまあまあ、全員がすごいですね、これはね、はい、だからそうなんですよ、全員5割以上なんですよ。いやいや、すごいよね、そりゃ優勝しますよね、はい、だからピッチャー、実はピッチャーのところも、はい、ちゃんとやっぱり立て直せる、ねうん、あの形を作って ね、はい、まあ、そんなことで、あの MVP は岡田監督だよ。ああ、なるほどね。サンスポ的に言うと、トータルで言うとそうかもわかんないよね。いや確かに今言うように大山もやっぱり大きいよね。はい、大山は別になってもおかしくはない。いや4番で全部全試合やりましたからね。はい、俺むしろまあ近本もそうだけど、近本と中野のコンビだからね。コンビね。はいはいはい、まあもう一つ言うとあの木浪と、そうそう、この3人のコンビ。もうヒットでしたね。8番から1、2というね。
この並びが崩さなかったですね。そうなの。俺はだから今年の阪神は 2-4 パーって言ってる。2-4パー。2番、4番、8番。8番、6番ない。6番ない。あそこはいいね。西が8ですね。そうそう。西が8。なるほど。2-4パー。最後に、まあ、優勝間違いないんですが、うん、ポストシーズンというのがありますので、はいはい、ちょっとここ、どのように占われますか。僕、オリックスも見る機会が多いんですよ。ええ、あそこの投手陣もすごい。まあ、次から次に出てきますね。155以上投げるピッチャーが、ずらっといますからね。ええ、まあ、だけど、僕の経験からすると、短期決戦は、本当にやってみないとわからないと思います。あの、その日に調子がいい悪いはね、今ではわからないんですよ。はい、だからその日本シリーズの時に、日本シリーズっていうかその前にクライマックスありますけど、うん、まあ行ったとして日本シリーズの時にそのチーム状態がどうかっていうのがね、これ今のその戦力だけでは何とも言えないところです。はいはい、クライマックスをちゃんとね勝ち抜かなきゃいけない。まあ、これはねちょっと厄介な問題だと思います。それでね、阪神がもしこのまま早めに優勝決めるでしょ。はいはい、ちょっと約1月近くあるのね。待ち時間。時間が長い。優勝決まってからってことですね。これをどうやってね、まあそれは岡田監督もそれは慣れてるだろうけども、まあ、それは選手のモチベーションが違うからね。だからその辺をね、まあ、今回ね、うん、僕は岡田監督一つヒットだなと思ったのは、うん、フォアボールの価値。うん、これフォアボールをすごく評価するっていうね、うんうん、これはもうあの契約でもそれをするというようなことで選手にまあ意識改革をしましたよね。うん、それと一緒でまあ優勝した後の期間もこれ個人の成績、うん、なんかね、これね、うん、あの同じように評価するっていうことでやっていくんじゃないかな。なるちょっと緩むところですからね。それはもう今だって球団も聞くからね、岡田の監督聞きますね。めちゃ聞くから。久々にね、言うことを聞く、フロントが監督の立場がだいぶ変わったんですね。はい、まあ、結論で言うと、やっぱりあの関西シリーズってのはやっぱり見たいよね。今年はもうなんかそう、どう見てもやっぱり、ね、クライマックスもなんか、クライマックスあるんですよ、クリアしてくるんじゃないかなって気がしますけどね。お二人の対談の詳しい模様は、タオチャンネルとエモヤンの人生ふらりつまみ食いでご覧ください。どうもありがとうございました。はい、